Good morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu, 2024, July 15th, Monday. 皆さん、こんにちは。お目覚めいかがですか？クリスタルです。今朝もね、ホノルルより毎朝ラジオスターシード的先生術をスタートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。チャートはですね、東京の、12時 PM で撮っておりまして、YouTube のコミュニティ、Instagram にアップしております。はい、今日はですね、まずそう月からいきますね、月はね、昨日深夜に本当、ね、7月15日に変わる瞬間に、サソリ座に、入っております。これでね、また皆さんどうですか？感じてらっしゃる方はそう体感されていると思いますけど、感覚がね、結構ね、動かずに、他者とね、いろいろコミュニケーションされたりとかされてた方であればあるほど、今度あれっていう感じでね、反転するかのように、今日はできる限り、人に会わずに、自分と向き合おうとかね、自分にどんどんダイブしていくといった感じ。あと、他人と会うとしてもこう軽やかにコミュニケーションするっていうよりは、観察する、考察するとか、さらに、第三の目ピクピクとかされる人はされると思います。なんか、あ、この人本当はこう言いたいんだろうなとか、人によっては、この人、前世こうなんだろうなとか、あ、これが結構、今ね、もしもうまくいってないとすると、相談をなんかね、ちょっとした、愚痴とか聞いたとしても、あ、この人今これのパターンでこうなんだろうなっていうのが全部パンパパンと見えちゃうみたいな。でもまあ、それはね、言うか言わないかは、まあ、あなた次第なんですけど、そういうのも結構透かして見えちゃうっていうのが、月のサソリ座の、エネルギーの流れている日になるかと思います。そしてね、自分が、行きたいこと、やりたいことを結構深掘りして集中してできやすいので、そういう時間にね、使うのもね、いいかと思います。そしてですね、太陽はですね、今日はね、サビアンが24度で、読みます。これはね、まさしくさ、シンクロしているんですけど、度数的なこの24度の度数のエネルギーは、深掘り、しやすいエネルギーとなってます。カニ座さんやけどね。はい、そしてね、サビアンワードは、南から差し込む太陽に照らされたところにいる女と二人の男。はい、これはね、読み解くとですね、本当に信頼できる仲間を作っていく度数となってます。なんかこれも月のサソリ座さんに、すごくシンクロしてるなと思って、カニ座さんも、一時期はね、仲間プラスそれをね、社会に打ち出していこうといった感じなんですけど、もうそれも体験したら、今度やっぱりさらに、もっともっとうちに、仲間といっても自分の本当に分かってくれる仲間を作っていくという度数に入ってくるんですよね。だから本当に信頼できる、これね、月のサソリ座さんのエネルギーにも、影響、元のね、サソリ座さんがもう皆さん感じてらっしゃると思いますけど、10人の人たちよりも1対1でもっと自分を分かってもらいたいとか、相手を分かりたいといった感じでね、深く深く、さっきも言ったようにダイブといったエネルギーなんでね、今日は月も太陽もそのような感じのエネルギーなので、なんかまあ相性はいいかなと思います、月と太陽のね。はい、そんな感じで結構今日は、海の日かな、ごめんなさい、調べるの忘れた、連休ですよね、それでも結構 お友達といても、ちょっと昨日までとは違った自分の感覚を、体感できるのではないでしょうかといった感じです。はい、そしてね、このね、朝ね、本当に結構クリスタル、結構最近オーブを本当狭く取ってますっていうのは、本当にパッシリ決まった時にエネルギーが、その、体感として皆さん感じるし、それが、自分のね、内側に影響して、それがそれぞれみんなのね、自分の打ち出している前に見えるシーン、生活状況、相手が何か言うかも自分が打ち出しているということで、それがね、決まるのもすごくオーブを、タイトに取ってますといった感じで、クリスタルの、チャートでは朝だけなんですね。金星と冥王星の、月のサソリ座の T スクエアは、はい、T スクエアと言えば、結構ね、ハードアスペクトと言われていますけど、まあ、サソリ座的には今話したように自分の内に行きたい、でも金星の獅子座はもっともっと、もう正反対なんですよね。みんなに見せたい、見てもらいたい、自分がしかも舞台の上に立って
てといった感じでね、これね金星と水星は、ちょっと分かりやすいように言わせてもらえば、ローランドさんとかは、この獅子座なんですよね。そして、水星と金星も獅子座なんですよね。それがサソリ座さんっていうのはもっと内に内にって感じで、自分は決して目立とうとはあんまりしない、だけどカリスマ性はあるところではちょっと似てるかもしれませんけど、その、サソリ座の守護星の冥王星、今水瓶座にありますよね。さらに自分を変わっていきたい、だけど方向性がちょっと自分で、打ち出していきたいっていうのと、自分の内側を今日はもっとダイブしていきたい、内観していきたいっていうところに、T スクエアが生じるんだけど、結局はなんだろうな、そういう風な外に出していきたい自分、もっと内側を深掘りしていきたい自分っていうところに葛藤が生じて、なんだかんだ言いながらも、自分っていうものと向き合いになっていくから、自分を磨きを調整してさらに、純度を上げていくといった T スクエアの作用があると思います。そしてですね、まあ早朝、タイトルにとれば早朝 T スクエア、その後ねしばらく残るのはこの月のサソリ座と、今お話しした金星、みんなを前でキラキラと自分を見せていきたいっていう金星獅子座のこの90度、だから、朝過ぎてもお昼ぐらいまではなんだかんだ、自分をの表現の仕方、自分って例えば脇役にやっぱり戻った方がいいのか、いやいや自分はもっともっと自分というものをアピールしていきたいとかしていくべきではないだろうか、これからの風の時代はみたいな感じの、自分に対する、何かしらね葛藤が生じるかもしれませんけど、まあそういうことによって自分に磨きがかかっていると思ってください。そしてですね、連日お伝えしている、天王星と、変革のね天王星と火星が深夜に、ピークを迎えます。アメリカもね皆さんもご存知だと思うけど、やっぱりね変革していくと、まあ、火星は昨日もお伝えしたように、悪く出れば刃物とか、そういう衝撃的なこと、そんな感じで、起きていくんですけど、トランプ大統領も、大好きなんで、本当にね、無事でよかったなと思って、特にねトランプ大統領は、双子座なんでね本当に時代を変えていく、DF にね、要はアメリカのねというか、まあだから日本で言ったら、コビドも作ってるし、ハワイで起きたら何だろう、この間うち去年かなマウイ焼かれたのとか 3.11 とか911とかも、まあ、DF ですよね。それに、打ち勝っていってるのが安倍、あの殺されたね DM に殺された安倍首相とか、このトランプ大統領、があれなんですけど、本当に、時代は進んでってるなっていう風に感じます。そしてね、自分の、あなたはどうですか。これねちょっとね今日はねどっちかといえば天体がやっぱり火星と天王星、これがねすごくね、星がね、語っているというか、すごくそこを私たちに、問いかけてくれてるなっていう感じです。連日お伝えしてますけどね、はい。天王星っていうのは、結局はスピリチュアル的に言えばあなたが、ブループリントでこの降りてくる時に、目覚めていくっていう方向に本来の自分に、変換させていくように、何かしら人生の途中途中で、大きなね人生の変革をなすように皆さん内容は別としてもセッティングして降りてきてます。それを忘れさせられてるし、自分でも忘れるようにセッティングしてるから、うわーって驚いちゃうようになっているっていう風なのは、多分スピリチュアル好きの、先生術を好きな人は分かってくれると思うんですけど、まず天王星がお牛座に入ったのは2018年なんですね。そして、これがね、細かく言えば2025年来年の7月7日にもう双子座に移動するんです。だけど、天王星も逆行があるから、逆行とかしてまたお牛座に帰ってきて、確実に双子座に、入ってフィックス、定着するのは2026年の4月26日なんだけど、もう2025年7月7日で一回双子座に、天王星が入っちゃったら、まあ結構双子座的、世の中に変わっていくと思います。今までの、コミュニケーションの取り方、仕事、ビジネス、そこにはかなり変わってくると思います。だから最後の本当に今チームを、土の時代っぽいチームを組んでいる人たちは本当に本当に、それでいいんですかって問いかけられている時だと思いますけど、まあ、それを人たちはその人たちでほっといて自分の内側に向き合うとしたら、
はい、結局思い出してほしいのが2018年5月16日ぐらいからあなたの人生に対する物質的内側もね豊かさ、例えば、今まではこういうものに物質に興味があったけど、こういうのはだんだん変わってきたなっていうのも、一つの例ですし、仕事に関してのお金の稼ぎ方ももちろん、この天王星のお牛座さんが関係してます。はい、家族とのあり方、とにかく全てのこの地球上のあなたの内側も合わせた豊かさに関しての、お牛座ですからね、関係してます。そこに変革がなされてきていると思います。内側的にも、外側のあなたの生活的にもどう変わってきたか、リビューね、見直すのにいいと思います。なぜかというと、今お伝えしたように2025年7月7日で双子座にもう一回入っちゃうから、それまでに自分が魂が、セッティングしてきた変革が、催されていると思います。クリスタルで言ったらさらに、もっと自分の、豊かさに対する、スタイルを変えていってて、最後の、調整に入ってます。はい、最後のこの調整のために8年間、かなりいろんな人をクリスタル的には見てきたなと思って、コビの前は最後までは本当に動きました。やっぱアジア人好きなので、アジアに来るヨーロッパの人たちも見るように、クリスタル的には個人的には、バンコク、タイ、中国は行ってませんけど、中国と韓国は自分とはあんまり縁がないので行ってないんですけど、ベトナム、フィリピン、もう本当に行きまくりました。違う、もう一つの、メインだった仕事でね。そして、いろんな、すごくいろんな人を見かけました。すごくね、やっぱりね、日本もこれからなってくるけど、格差社会っていうのがすでにあるので、やはりクリスタルは日本人ってすごくブランドだなと思って、日本人っていうだけで大切にされました。例えばシンガポール行った時もパスポートをチャイニーズのお友達と言って、そのチャイニーズの子は、お友達はお金、超お金持ちですよ、クリスタルより。すごいガードマンがいるお家に住んでるけど、シンガポールで、ホテルでパスポート見せた時に、私はそんなに感じてないけど、その子曰く、あ、やっぱり、クリスタルは日本人だからパスポートを見せた時に扱いが違うって言われたんですね。中国語だから分かんなくて、その子が全部ね、そこはケア担当してくれるんだけど、シンガポールはシンガポールで、やっぱりハワイとは違ってもっとアジア人が多いから、アジア人同士とか中国人同士の、上下関係が密かにあったりするんですよね。そういうのも見ましたし、それがこれからクリスタルがやろうと、将来老後にかけてやろうとしていることに関して、日本人だけじゃやっぱダメなんですよね。クリスタルがやりたいことはね、やっぱり外から見た日本人がどういうふうに思われているから、外から見た日本とか、それと関わる、これからやっぱグローバルになっていくには、もう皆さん分かっていると思うけど、アメリカよりも白人社会よりもアジアが中心になっていく。今ベトナムとかすごい強いんですよね、経済が。そういうのを見るのに大切で、今最終段階の調節に入っているという感じなんですけど、皆さんもよかったら、ちょっとね、何が言いたいかっていうと、最終段階に入っている、いろいろ起きてくる、自分でセッティングしているから怖いけど、これやらなきゃいけないなとか、こういう流れが来るなってもう感じていらっしゃる方いっぱいいると思うんですね。それを早く動いちゃった方が得ですよということなんですね。結構ね、時代の 2,3 年先に行けると思います。別にリーダーにならなくていいんです。自分が生きやすくなるってことなんですね。そんな感じでね、皆さんもね、何かしら気づいてて、でもだるいなと思ってても、絶対それやっとくと 2,3 年先に周りより早く行くことになるので、はい、ぜひぜひね、そこを見直して、やるようにと、今日は、星がすごくね、強くね、言ってくれていると思います。そしてね、この火星と天王星のコンジャクションは、ピークは今日なんですけど、火星が双子座に入り、同時に7月21日なんですけどね、ヤギ座満月なんですね。このヤギ座満月ももう2回あるんですね。明らかに、自分の達成力をすごくね、達成率が高いので、このヤギ座の7月21日までも踏まえても、特に動くことをやっとくこと、まあ、頭の中で思考の整理もそうですよね。これやれってことなんだなっていう風な場合は、もうやろうって腹をくくったりね、そんな感じで時間を使っていくのに大切な日だと思います。そうだから、火星天王星のこのコンジャクションピークだけど、その変革、火星のエンジンが乗っかっちゃってますからね。はい、それが7月21日まで、これに向き合えばいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。
はい、あとはね、もうね、他の人たちが今日の言ってくれてるんで、まあ今日はだからサソリ座に入ってなんだかんだ葛藤があったりするよ、なぜかっていうとドラゴンヘッド、私たちがあなたが向く方向ありますよね、目指す方向、今は牛座さんにあります、 I am です。ここにね、月のサソリ座さんっていうエネルギーはどちらかといえば深掘りして、うん、結局は変われるんだけど、すごい、変化率が、変容率は高いんだけど、その変わるまでの行動のまで動き出す時間は結構かかるんですね。で、ドラゴンヘッドの牡羊座さんっていうのは思ったらすぐ行動なんで、そこに150度っていう陰魂のエネルギー、ちょっとね、葛藤的なエネルギーがあります。はい。もちろん、そのサソリ座さん、天王星火星とも150度です、今日の変化ね。だからサソリ座さんはすごい変容率高いです。カリスマ性があるんだけど、同じように、なかなかちょっと時間がかかるっていうだけですね。はい、だからその150度があるといった感じですね。そしてね、深夜にはさらにこの、月の、サソリ座さんと、発展拡大自分肯定が必要な木星とも150度になります。でも、クリスタル的にはこのサソリ座のエネルギーはあんまり負担にかかってなくて、圧をかけながらも結局、蝶のようにかなり変われるのが、サナギから蝶っていうのが本当に、サソリの、パワーなんですね。なんでなんだかんだ、今日の、葛藤っていう位置を取りながらも天王星と火星ともおいおいおい、でも手をつないでくれてますねっていう感じですね。はい、いかがでしょうか。そしてですね、最後にね、この間はね、シリウスのゲートが開いてました、77で、次は、はい、ライオンズゲートです。もうね、いっぱい番号を見かけている人いらっしゃいますか。クリスタルはなんだかんだ2009年ぐらいからエンジェルナンバー 見かけてまず555で人生を大きく変革できたと思うんですね。これはサソリ座さんの冥王星の力で、クリスタルの天王星の、中星座の中にある、要は生きながら一回死んで、どんなその時ね、いろんなね、つながってた、なんだっけ、ごめんなさい忘れちゃった、あんまりもうハワイにあんまりその人たちとはつながってないんで、なんだっけ、見る人、芸能者、ハワイのハワイ語のやつやるつとか言って失礼な話、はい、ね、結局生きたまま人生を変えるっていうのをね、やったんですけど、皆さんも、そういうことを体験もされてると思います。クリスタルの世代の人であればね。そんな感じで次は888です。ライオンズゲートは7月22日から8月中旬まで開いております。何はともあれぐん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 、私たちは、次元伝承してます。それにね、あれね、クリスタルもまたそうですけど、小熱があったり、でなんか、もしもね、あなたが昔、痛めた、膝とか肘とか古傷を痛めるのも、それもね、上昇のアセンションの時の、解放ですのでね、まあ、病院に行きたい人は行かれてもいいんですけど、まあ、そのサインであると思ってください。何はともあれね、さっきね、ちょっとイングリッシュ、英語の文献だからちょっと今ここでは訳しては言えない言う時間がなかったんですけど、で今まで番号を見かけなかった人でも番号を、ね、見かけるようになってきているらしいです。あと、サインとかね、6号星とか5号星とか、例えば、いろんなところに織り出している、ところに、あ、これは5号星だ6号星だみたいな感じでね、宇宙がいろんな私たちにサインを送ってくれてるので、キャッチしてください。でね、これどういう意味なんだろうって、まだ慣れてない分かってない人は、番号とか羽とかコインもそうですよ。あと光るものもそうですよ。うん、カラスがもしもあなたの前にスプーンを落としてたとしても、それもサインですからね。そんな感じで、サインが読み解けれないな、私のサインの読み解け聞きたいなと思う人は、コメントとかに入れてくれたら、入れますといった感じです。はい、ちょっと今日も長くなりましたけど、Thank you for listening and thank you for watching everyone. Have a nice Monday. 素敵なね、変革をどんどんしていきましょうといった感じです。